どうも。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんです。今回はハウス食品さんカレー屋コクデミカレーです。中辛。ハウス食品さんのカリー屋シリーズはコンビニですとかスーパーですとかよく店頭で見かけることが多いです。一つお知らせです。製品に含まれるアレルギー物質は小麦、牛肉、ごま、大豆、鶏肉です。それでは調理します。カリー屋コクデミカレーできました。いただきます。見た目、このカレーのソースがすごく滑らかに見えますね。ああ、カレーというよりもほとんどデミグラスソースのような味がします。わかりやすく言うとカレーとハヤシライスのソースの中間っていうような感じでしょうか。とても濃厚な味わいですね。サラダが欲しくなります。結構濃い味です。完食しました。ごちそうさまでした。カリー屋コクデミカレー美味しくいただきました。カレーという視点で見るとそのやや物足りなさっていうのはあるんですが、濃厚なデミグラスソースの味わいがすごく強くて、例えばのご飯と一緒に食べるだけじゃなくて、何か料理のソースとしても使えるんじゃないかなという、そんな一品です。それではまた次回明日お会いしましょう。さよなら。ゆるゆるクラブTV チャンネル登録お願いします。